ビエンヌは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地ーキ県、イゼール県のコミューン。ビエンヌは、リヨンの南約3 0トル、グルノーブルの北西約8 8トルにある。ローヌ川佐賀にあり、サンドマンアンガルと向かい合っている。ローヌ川とゲール川の合流地点では、サントコロンブと向かい合っている。アウグストスリウや神殿中世から1887年まで、掲げられた。 ビエンヌのモットーは、聖なる都市ビエンヌである。古い時代のコミューンのキリスト教家、その宗教的な役割を示唆したものである。現在のモットーは、元老院の都市ビエンヌである。この文言は、非公式に16世紀から用いられていたが、1887年、カミー・ユ・ジョフレ市長時代に採用された。これは、都市の古い歴史を呼び起こす。ビエンヌは、 ローマ元老院に議員を送っていた。そして議会での活動は7世紀まで語り継がれた。モットーがこのように変えられたのは共和国のヒキリスト教政策に沿ったためである。サンモーリス大聖堂最初に人がビエンルの地に定住したのは新石器時代である。最初の定住地はデストレス山地区のサントエレーヌ級で発見されている。聖堂期時代にも高度な文化が存在し、 陶器や剣を含む多くの出土品がある。紀元前2世紀頃、ケルト系のアーロブロゲス族がこの地を中心地とした。紀元前50年、コロニア・ジュリア・ビエンナの名でガイウス・ユリウス・カエサルによって、ローマ植民地とされた。紀元前44年、ガリア人反乱で近接する別のローマ植民地ルグドゥヌムにいた最初の住民を追放した。ローマ時代は、 ルグデヌムと競い合う重要な都市であった。神殿、ホルムのポーチ、劇場、競馬場、浴場などが完全でないにしろ、現在も保存されている。ガリアで初めてユダヤ人共同体ができた地でもあった。衰退が始まる前の中世、ビエンヌはキリスト教世界における重要都市となった。異教崇拝の時代である五世紀。 セイマメールはすでに祈願日の習慣を導入していた。サンピエール教会は5世紀に建てられており、アルプスイ北にある同時代の建物として数少ない例で、ヨーロッパ有数の古い教会である。ブルグント族の都市であるビエンヌは、ブルグント戦争後にメロビング町に占領された。西フランク王シャルル2世のギテーボソは、弱体化した王権の隙をついて、879年に、 自らブルグンと王を宣言し、皇帝の後継者たちとの争いを誘発した。首都であったビエンヌは数回包囲されている。最終的に884年にボソはブルグンと王と認められ、887年にビエンヌで亡くなり、サンモーリス大聖堂に埋葬された。ビエンヌは最後のオールドルフ三世時代までブルグンとの主要都市であり続け、 ルドルフ3世の死後1023年に、ビエンヌ白領はビエンヌ司教へ与えられた。1311年から1312年、ビエンヌでビエンヌ公会議が開催された。司教はガリアの主位司教の称号を与えられ、1802年まで使用していた。19世紀の産業革命では、工業都市となり、織物工場を含む多くの工場ができた。 第一次世界大戦後、トルコによる大虐殺を逃れ多くのアルメニア人が移住し大きなアルメニア人共同体ができた。1950年代後半に産業の空洞化に苦しみ、現在のビエンヌは豊富で多様な文化活動を要する観光都市である。1981年7月より毎年開催されるジャズフェスティバル、ジャズ・ア・ビエンヌは非常に有名である。 ありがとうございます。